最速でお金持ちになる方法とは。悩める会社員山田くん、両学長に出会うの巻。ちょ、なんだよこれ。某メーカー新卒社員山田は震えた。天引き後の額面を見て、めちゃくちゃ手取りが少ない。どうなってるんだクソ。奨学金、家賃払ってどのくらい残るんだ。使える金額5万円くらいしかない。山田くん、これ。あ、おつぼね様のお怒りだ。ミスが多すぎんのよ。説教長いんだよな。ちゃんとしてください。すみません。くだり、会社辞めて直します。金があれば仕事辞められるのに。一刻も早く最速で金持ちになりて。ん？終わったか。止まってる。なになに、どうなってるの。落ち着け、時間はわしが止めたで。え？質問は最速でお金持ちになる方法でええか。は？ああ、ごめんごめん。わしの名前はリベダイの寮やで。社会に縛られずに生きるにはな、勇気と知恵が必要やで。一緒に学んで知識マッチョになろうか。最速でお金持ちになる方法はな、一つしかないね。それはな、投資やで。投資？そんな、貯金もギリギリなのに。第一、怖そうだしできませんよ。話続けるで。聞いてねえ。お金持ちの条件を富裕層1億円の純資産にしようか。頑張って貯金で貯めようとしたらな、毎月10万預金して1年で120万、40年で4800万、毎月20万円でやっと9600万円や。想像しただけで死にそうになりました。まあ平均の収入からしたら厳しいわな。やけどな、そこを投資にしたら話が変わってくるで。え？同じ40年でも月5万円、利率 6% で回すと1億やな。月10万円やったらさらに2倍や。2億？山田くんの今の状況はこれやで。ほら、これ見てみ。俺のパソコン、4次元ポケットみたいになってる。今現在の状態はこれやな。まさに全くたまらない。ほんで理想的な流れはこっち。うお、投資が新たな収入源になって増えている。結論な、労働所得で得たお金を投資に回すしかないね。なるほど。じゃあ給料が上がるまで頑張るしかないか。なあなあ、この会社ってな、頑張ったら年収1000万ぐらいもらえんの。はあ？最速でお金持ちになるにはな、投資に回す金額を上げる必要があんねん。まあ事業として副業を始めるのもありやな。それからレバレッジをかけてな、ギャンブル性の高い投資に突っ込む方法もあるにはあるけども。え？ギャンブル？まああんまりおすすめはせんかな。会社入ったばかりだし、収入源を増やすため副業してみようかな。もしその副業もうまくいったら金持ち？モテモテ？おお、元気出とるやないか。うん、わしがおらんくなってももう大丈夫そうやな。え、りょうさんいなくなっちゃうの？わしもう行かなあかんねん。投資とかもっと知りたいよ。それはまずググれ。確かに。よし、1万円から投資を始めてみよう。副業がうまくいったら3万円。おお、ええな。最速でお金持ちになるには努力しなくていいわけではない。目指せ知識マッチョ。マッチョライオン、またいろいろ教えて。